知りたい？ああ、とても面白い話よ。椅子に座ってどうかゆっくり聞いてね。クリスタロークリスタロー、とても小さな頃から我慢してきたの。みんなアズリンだけをすごいと褒めるの。クリスタロー、魔法使いがいつも頼るのはあなた。私のことなんか誰も見てないのよ。でもそんな日はもう終わる。思うまま自由に世界を動かす強いこの力、みんなに見せるの。クリスタル、島が持つ魔法を吸い取る。いつまでも幸せに暮らすの。どうだった？とてもいいお話でしょ？思い通りにはならないよ、プリズマ。やあね、なるに決まってるじゃないの。あ、忘れないうちにアンバーに約束したペンダントを作ってあげなきゃね。アンバーのおかげで力が手に入ったんだから。でも、こんなことになるなんて思ってなかったの。